ここは方向前進じゃないですか。頭から突っ込んでいいですよ。本当ですか。あ、キキキキ。俺パッとしてないから足が痛くて。おお。はい。あ、うわーこれ。泥っすね。いいっす。どこ行くんですか。こっち、こっち。これ、大丈夫ですかね。つまんないです。あれ。いいっすよ、いいっすよ。突っ込んでいいっす。ちょっとね。どれだけ突っ込む。なんかハマってしまう。よいしょ。なんか、ハマりそうなんですけど。大丈夫です。そこで立てます。はい、これか。チャレンジします。いや、しません。ちょろっとだけ行ってみるのもありかもしれない。あ、ごめんなさい。あ、いいです。これですか。よいしょ。実際あ、でも、あ、そういうかも。これどうやってマジですか、これ。ここで、そうです。空中でほふく前進するイメージです。ここで永田くん行ったんですか、これ。永田さん、斉藤さんは行きました。ボディーや。で、何行きます、これ。弟子さんが行ったら、自分はやりますよ。やります、これ。でも、チャレンジしてみるだけでも、もう戻ろうと思えば戻れますね。途中でヘルメット外さなきゃいけないんですか、これ。ヘルメットは外していった方が安全ですね。あ、ここは、はい。あ、安全というか、危な、頭的には危ないですけど、はい、詰まるかどうかっていう意味なんです。やりましょう。初回はここで満足します。アタックしてみる。なんです。やめます。出られなくなるってことはないです。私がこっちから足引っ張れるんで、はい、ただ入ること自体難しいんですよ。あの、足キックできないんで。あ、本当ですね。あの、腕とか肘とかだけでネジネジしながら進まないといけないです。これ、あ、頭にあれつけるんですか、ライトつけてる。あ、そうですそうです。あ、いや、あの、ヘルメットは完全に外した状態で大丈夫です。ヘルメットつけていても大丈夫でしたけどね、前回。え、奥まで行ったんですか。え、あの二人は奥にアタック中です。行きますか。行きましょう。行く。いや、寄りますここ。寄る、寄る。なるほど。帰りの体力を考えて。あ、行きます。あ、帰り考えたらもうちょっと前で引き戻したかったね。言えよって話ですね。いや、俺も正直。ちょっとね、最初に行ってんですか。第一関門が響きましたね。おっと、第一関門、先の手前ですか。あ、そうそうそう。あそこ意外ときついんですよね。あそこ体力奪いますね。意外と楽にみんな行ったんで。いや、みんな結構苦戦しながら行ったんですよ。いや、俺だいぶトロトロ行ってたんで。でもこれ抜けた後も相当狭いです。何の連続ですか。はい。え、
な声聞こえるよね。斉藤さんの声じゃなくですか。ちょっと戻ってみようかな。なんかね、さっき声聞こえたんだよ、確かに。